にやってきました。今回はね、釣りだけじゃなく観光もしながらいろいろ回りたいと思います。行ってきます。はい、クルラ戸田にやってきました。あ、クルラ嘘。はい、クルラ戸田にやってきました。こんな感じでお土産とかも買うところがあります。はい、地元のお土産買えるね。はい、イカメンチとボッチ&ポテトっていうものを頼んでみました。なんかこれはね、トロボッチっていうね、深海魚みたいです。どんな味するんやろ。ちゃんとソースもついてて食べるの楽しみ。じゃあ早速いただきます。マヨネーズいただきます。うん、カレーにとるシソの似てる。おいしい。これ深海魚だから節あるかなと思ったけど全然ない。おいしい。これすぎたも私めっちゃうまい。これで400ってめっちゃ高かったの。いつも食べてから気づく。写真撮ろう。あ、こぼしちゃった。イカメンチ見てこれ、イカの形してる。見える？え、かわいいねんけど、イカの形。これの見えます。ソースかけます。沼津ブランド認定品。あ、うん、うん、え、なんか多分私の食レポおかしいかもしれないけど、なんかたこ焼きみたいな、なんか たこ焼きのメンチみたいな。クルラヘラで足湯を見つけたので足湯入ってます。気持ちいい。足湯見つけたらすぐ入っちゃう。こんな、うん、見えてきました。海と階段も。このままどんどん行ってきます。行きは下りやから思ったより楽かも。あ、上りがあるのね。さあさあさあ、この階段登ったら到着。うわ、金鳴らしてはるわ。すごいな。イエーイ、天満。天望デッキ着きました。海が広い。来た。すっごいな。なんかすごいわ、一直線。晴れた日の富士山見えんや、こっから。へえ、恋人岬やからね。イチャついてはる感じね。あ、これ金か。これ金やな。こんならしていいもんな。こんな一人で。
え？下手すぎ。鐘鳴らすの下手すぎ。なんかもっと素敵な音が鳴るかもと。こんな感じで海が一望できます。見て、記念撮影用スタンドっていうのがわざわざ置いてある。これやったらこう誰かに撮ってもらう必要ないってことなのかな。ちょっとやってみます。帰りはね、行きより階段がこんな感じで結構修行です。いや、長い。頑張ります。すごい、地魚いっぱい。ヌマズ、青物、ウルメ、アジ。すごい、スーパーの中にこんな魚コーナーがある。なんかもしさ、釣り来て魚釣れなくても、こういうとこ来てなんか新鮮な魚買うのもいいよね。なんかスーパー巡りも楽しいよね。すごい、魚コーナーのとこにわさびがあった。じゃん、宮地刺身用で160円やってる。安っ。かわいい、さっきもや。いや、安いなぁ。いや、なんか住みたなってくる。沼津さんや、こういうなんか地域の魚みんな楽しいわ。すごい、ちっちゃい先売ってる。お、カンパチ、しょぼいしょぼ。すごい、サザエまであるわ。じゃーん、堂ヶ島です。ここは結構有名なとこですよね。なんか私も一回夕方に見たんですけど、その時ね、夕日が沈むのがね、すっごい綺麗やったんですよ。でここはほんまにおすすめかな。公園があったのでちょっと登ってみます。どんな感じなんやろ。よいしょ、あかん、階段ほんまになって。ちょっと待って、しんどい。まだやろ。すごい、めっちゃ綺麗。めっちゃ神秘的なんか、岩が。展望台はこっちみたいなんで、こっち登ります。なんでこんな階段苦手やろ。すごい、めっちゃ綺麗。ちょっと息切れしてるけど、ね、なんかさ、これさ、自然になったようやんな。めっちゃ不思議や。なんか伊豆って何回来ても感動するわ。海の色もめっちゃ綺麗。はい、上まで到着しました。めっちゃ綺麗。すごい、パワーもらえる。はい、ここは無料で入れる露天風呂です。こうやって伊豆って無料の温泉あるってすごいいいよね。お地蔵さんがいはる。で、ここにこうやって男性と、こっちは女性で、ちゃんとね、更衣室もあるんですよ。私もね、これね、何回か入ったことあるんですけど、夜入るとね、星空が見えるんですよ。それがね、すごい綺麗で、おすすめです。じゃあ、富士の見える足湯を見つけました。ちょっと行ってみよう。あ、ほんまや、あれ富士山や。あれ、雲かかってんやったらもっと綺麗見えんやろな。んで、
この階段を登ると、ほよ、うわ、ここや、ここ富士が見える、足湯、うわー、すごい景色やな。こんな綺麗な景色見ながら足湯入れるんや。じゃん、足湯気持ちいい。すごい、ほんまに景色も綺麗。こんな綺麗な景色の中さ、足湯入れるって最高じゃない？チャップチャップ。